皆さんこんにちは。今日はですね、先日購入した、手帳が届いたので、それを皆さんに紹介したいと思います。今回私が購入したのは、リング式のバインダーになっていまして、ブランドはファイロファックスというところです。イギリスのブランドですね。いろんな種類 の、 リング式のバインダーを売っているところなので、割と有名な会社なんですけども、まあ、その中の、今回はですね、ドミノパテントというシリーズのものを購入してみました。で、届いたのが、この一式ですね。まずはこちらの付箋と、2015年の、まあ、リフィルですね。そして、バインダーです。リフィルは、リフィルじゃないや。付箋は、まあ、バインダー式になっているということもあって、まあ、その中に入れられるように、こちらに、まあ、穴が開いています。で、漢字のこのドミノパテントの手帳なんですけど、まあ、これは、2種類ありまして、ターコイズ色と、ホットピンクの色の2種類があるんですけど、まあ、今回私が購入したのはホットピンクの色になります。それがこちらです。ここにファイロファックスのロゴが入ってますね。で、大きな特徴、ドミノパテントの大きな特徴としては、まずここの紐ですね。この紐を使って開けたり閉じたりするというのが挙げられます。で、ちょうどここに、紐の位置が分かるように、ちょっとカメラで見ると分かりにくいかなと思うんですが、溝があるんですね。ここに。なので、ここにこう、ちょうど、きっちりとはめられるようになっています。こうやって留めます。で、これはですね、サイズは A5 サイズになります。で、A5 サイズってどういう、どのぐらいの大きさなのかというとですね、まあ、こちらが私が今使っているバイブルサイズの手帳なんですけど、ちょうどこのサイズの、2倍になります。こういうふうにやった方が分かりやすいかな。で、まあ、私自身 A4 サイズに結構慣れているので、慣れているからかもしれないんですけど、そんなに別にA5 サイズが大きいとは、感じませんでした。実物を手にしたときに。ただ、2倍近くの、バイブルサイズの2倍近くの大きさがあるということですね。で、あとは、まあ、普通手帳というと、こういう留め具式の閉じたり開けたりする、ものがあるんですけど、まあ、先ほど紹介したように、このパテントシリーズ、ドミノパテントシリーズでは、こういう紐のもので開けたり閉じたりするということです。まあ、あとは、ここの手帳の素材がエナメル質になってるんですね。こちらは、PU レザーって言って、本物の、革ではないんですけど、まあ、こちらは割とソフトな手触りなのに対して、こちらはまあ、割とピカピカというか、エナメル、まさにエナメル質の、肌触りになっています。で、こちらの方が、なんか汚した時にすぐに拭けるかなと思って、まあそういうのもあって購入したんですけど、割と一度傷がついてしまうと、逆に目立ってしまうなというのが印象です。はい。では早速、中身を紹介していきたいと思うんですけど、中はこういう風になっています。まずポケットがこちらに1個あります。で、リングは6穴式ですね。上に3つ、下に3つです。で、最初がこの透明のカバーがあって、それをめくると、このファイルファックスという紙が1枚入っています。で、続いて、
インデックスのシートが6枚ありますね。でそこからは、まあ、トゥードゥーリストの紙が数枚と、メモ帳、いろんな種類のメモ帳がありますね。こういうのが何枚か、結構な量入ってますね。で次がコンタクトシートです。アドレスとか名前とかメールアドレスとか電話番号とかを書くところですね。まあ、今はみんなスマートフォンとか iPhone とか使っているので、そんなにこう使う必要はないとは思うんですけど、まあ、これが何枚か入ってます。で続けてカラーのメモ帳ですね、が何種類か、3種類ですね。青と緑とピンクの色のメモ帳が入ってます。でこれがどこ行ったかな、これ結構色がですね濃いんですよね。でどれぐらい濃いかというと、これエトランジェのバイブルサイズのカラーのリフィルなんですけど、まあメモ帳なんですけど、これもちょうど、例えばここピンクなんですけど、かなり色が濃いですよね。なのでちょっと書きにくいかなという気はするんですが、まあ何枚も入ってるので何かに使いたいなと思います。で続けて、まあ、ファイルファックスの中身がどういうものが入ってるかっていうのが書かれてますね。いろんな言語で書かれてますが、日本語はありません。はい。で2016年のカレンダーで、パーソナルインフォメーション、個人情報っていうんですか、括弧に入って、あ、ちなみにカレンダーは、あ、そうか、2016年がここで、2015年、2017年というふうに、去年と再来年の年まで書かれてます。これはそうか、いろんな言語のものが入り混じってるんですね。がちょっと使いにくいですよね、分かれてないので。表面が英語で裏面が 何語かちょっと分かんないんですけど、違う言語のものが入っていて、で、続けてですね、まあこれ、このファイロファックスがイギリスの会社っていうのもあるんでしょうけど、 EU の加盟国のリストがこう入っています。面白いですねこれは。で、こここっちが宗教関連の祭日とかフェスティバルの情報が入っています。でこちらはまあ、なんて言うんだろう、こう重要な日のリストですね。はい。で、はい、すいません。これがなんだ、ファイロファックスのレジストレーションの紙になってますね。はい。ちょっとよくわかんないんですけど。で、ここからが、まあ、2015年の12月からの、ウィークリーのリフィルが入ってます。これはバーチカルですね。8時から夜の、朝の8時から夜の8時まであります。ただこれもですね、曜日の下に、まあ、曜日は、まず、英語で書かれてるんですけど、
その曜日の下に、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと硬いな。よいしょ。曜日の下に、違う言語で4つ書かれてますね。はい。で、これがですね、2015年の12月から続いて2016年と突入していき、2016年の12月まであります。あ、2017年の1月4日まであります。で、土曜日と日曜日に関しては、2つに分かれてますね。ここの枠が。割とこの土日を、その平日よりも、小さい枠で書いているところって結構あると思うんですけど、私は割と土日関係なく、平日土日関係なく予定を組みたい人なので、こちら側も平日と同じような大きさにしてほしいなと思うんですけど、まあ実際このリフィル自体は使わないので、まあこういう感じかなということで見ていきました。で、最後にノートが3枚ありますね。で、こちらに、定規兼しおりの役割をするページマーカーが入っていて、で、これがまたクリアポケットっていうんですか、こう中に物が入れられるようになっています。で、ここは、まあ、ノートパッドなんかを入れられるところになっていて、でこっち側もポケットになってますね。なのでここにほどのこういうのが入ったりとか、まあここら辺に入れてもいいと思うんですけど、あ、でもすごく狭いですね。ここが入れるのはちょっと難しいかもしれません。で、ペンホルダーがここに1個ついています。はい、以上がまあ、ドミノパテントのファイルファックスドミノパテントホットピンクの手帳の中身でした。で、なんかね、ちょっと、ここら辺のほつれとか、気になるところはいくつかあるんですけど、まあ、使っていくうちにボロボロになっていくだろうと思い、あまり気にしないようにします。実はこれを、一度交換してるんですよね。ちょっと表面の傷が気になってしまって、でもちょっとカメラではわからないと思うんですけど、実はこれにも傷があってですね、表面に。まあでももうそれは仕方ないと思って諦めて使うことにします。で、これどういう風に使っていくかっていうことに関してはまた機会があれば動画で紹介していきたいと思っています。はい、それでは今日はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。